久保さん、なんか公演が廃止されるみたいじゃないですか。今ブランコにしましょうか。まあブランコね、よくやりましたね。ブ僕ブランコでやったのが、靴飛ばしっていうね。ブランコ靴飛ばしにしときましょう、あのどこまで靴飛ばせっかみたいなやったんですけど、懐かしいっすよね。もう久保さんの世代も靴飛ばしやってんじゃないかな。まあ今はね、多分あんまそういうのないのかもわかんないですけど。 まあそもそもなんか公演というよりかねゲームが発達しちゃったんで今のプレスト5とかはなんか僕の世代から見るともう異次元のゲームになってるんで <laughs> もう映画じゃねえかみたいなねだからもうゲームのク,クオリティが上がっちゃったんでなんかそっちの方が楽しいみたいなでも僕はそのなんだろうな昭和生まれでそういうブランコでねその靴飛ばししたりとか公演でそう缶切りですね缶切りも面白かったな 多分ね、あとはね、水切りとかね、そう、川で水切りやって勝負するとか、なんかゲームがなかったから、自分たちでゲーム作ってね、そ遊んでいくみたいな、なんかそういうのあったんですけど、うん、なんか、その公園って結構僕は、 大事ななのかなっていうまあもちろんね今時代が背景が変わったんでそのねそういうとこで遊ばなくても面白いものはあるんだけどもなんかその自分たちでゲームを作っていくというかその肌で感じていくうんなんかそのテレビゲームって会社が作ったものでなんかそうもうなんじゃな,いなんかその自分たちで作り上げたゲームでもないでるしなんかそこになんか深みというかね 与えられたものをただ楽しんでるみたいなね。自分たちでその楽しさを作り出していくっていう。だ人生って自分,自分で切り開いていくものなんで、楽しさとか生きがいとか喜びとか、その自分たちで作っていくものだと思うんですよ。 逆を言うと、その与えられたものでしか楽しみを生み出せないんだったら、ずっとください、ください、くれくれ、くれ、幸せをくださいみたいなね、幸せをくださいとか、楽しさをください、くれくれ成人になるみたいなね <laughs> うん。よりかは自分で作れるような方が、まあ僕はまあ、汎用性が効くんじゃないかなと思います。なぜ,かな,ぜならば、くれくれ成人だと、供給する相手がいなくなったら終わりなんで。<laughs> 供給してくれるからいいけども、供給してくれる人がいなくなると終わりなんですよね。だから、なんですかね、まあコロナになってね、自宅待機になってうつ病が増えたみたいなデータもあるんですけども、まああとそうそう、あれも出てたな、その家庭内暴力ですね。コロナになって自粛生活になって家庭内暴力が増えたみたいな、そういうデータもあるんですけども、だから自分たちでその幸せを作れない、外部に幸せを求める、外部に楽しさを求めてる、それだけだと、 じゃあ実際その外部と遮断された時にまあきついよねっていう話ですよねうんそうまあ自分の人生はやっぱ自分で作っていくものだと僕は思いますんでまあもちろん利用するものは利用してもいいんだけどそこに依存しないっていうのが結構大事かなと思いますねいってらっしゃい